個人的な目標はやっぱり負けなし全勝、チームのためにできることをやりたいです。僕が投げる試合は何としても負けることは許されないと思っているので、自分のピッチングでやっぱりチームが勢いづいて確実に勝てるっていうような存在になれるように、まっすぐでも自分は勝てると思っているんですけど、フォークボールだったり狙ったところで自分で三振を取れるというところが武器だと思います。やっぱり去年の春のリーグ戦で日体大の松本さんと投げさせてもらって、これだけ互角に投げられるんだなっていう、で去年1年通してやっぱりしっかり投げることができたんで、そういうところから少しずつ意識し始めました。一番与えられたところで活躍できるのがベストだと思います。やっぱり自分的にはここまでしっかり先発として試合を作ってきて、最初から最後まで完投するっていうことを意識してやってきたので、しっかり結果を残せるような投手になりたいと思います。